アワシマチカゲ、アワシマチカゲ、アワシマ1924年、大正13年2月24日から2012年、平成24年2月16日は、日本の女優。愛称は、おけいちゃん、けいちゃん。宝塚歌劇団出身で、在籍時は、娘役スターとして活躍した。宝塚歌劇団29期生。 芸名は百人一首の源の金正の淡路東海を縁取りのなく恋に行く夜寝覚める妻の関森から弟はスタイブ中川名義でアメリカのハンナ・バーベラプロダクションやランキンバスプロダクションで活躍したアニメーターの中川優作東京府出身実家はラシャを扱うお店で日本橋に出店自宅は大森にあった自宅近くには か田撮影所があった。1930年、池上神城小学校入学。卒業の少し前に一家が、武蔵野町吉祥寺へ転居したため、武蔵野第一小学校へ転校。1936年、整形高等女学校、現、整形中学校へ進学。整形高等女学校卒業後、1939年、昭和14年に、 宝塚音楽舞踊学校に入学。その後、1941年、昭和16年から1950年、昭和25年まで宝塚歌劇団に所属。1人一種の淡路東通ふ鳥の鳴く恋に行く夜寝覚めぬ、妻の関森、源の金正から淡路千鳥と名付けられるが、同じような芸名の団員がいたことから、淡島ちかと芸名を変える。 財団中は、優れた美貌の主演娘役として、戦時中、戦後と宝塚歌劇団を支えて、久慈浅見、南優子と共に、東京の三バガラスと呼ばれた。二人の男役から愛される娘役スターとして、人気を得る。手塚治虫の漫画、リボンの騎士のサファイア王女は、もともと娘役である川島が、宝塚歌劇団財団中に数回男役を演じており、 1948年1月の月組、園、ベネチア物語における断層をするポーシャビメ役で、あろうと推定されている、娘役と男役に、淡島が何度か入れ替わったことをモデルにした、と、淡島しまの大ファンだった、手塚治本人が前に、TBS、テレキ探偵団、第47回、1988年1月10日、放送を語っている。 戦争中に株音曲停止令が発令された時、状況中で舞台稽古の真っ最中であったが、その日のうちに寄宿舎に返され、宝塚に残るか停身隊に入るかの二社択一を迫られたが、母親の助言もあって、宝塚に残る決断をし、疑問の仕事に従事したという。宝塚対談後は映画界に転校。転校の背景には先輩であった。 月給夢児の影響があったという。1950年、昭和25年に、宝塚に辞表を出すが、トップスターであったためずよく引き止められる。しかし決意を変えなかったため、宝塚の怒りを買い、自主的対岸ではなく、首という処分になる。ただし後に撤回を申し入れ、受け入れられている。小竹に入社し、天野湾屋でデビュー。 1> 第1回ブルーリボン賞演技賞を受賞。以降、爆臭、本日休診、君の名はなどに出演し、小竹の看板女優として活躍。アメリカナイズされた戦後派の女性を演じ、銀幕のアプレガール、戦後派女性第一号と称される。自由学校では、とんでも八分、という流行語を生んだ。1955年には東方に招かれ、夫婦全在。 第6回ブルーリボン賞主演女優賞にうーたらな男を母性的に見つめる女で共演した森重久也との名コンビを見せコメディエンヌの魅力も開花させた戦後ー本映画の前世紀を支えた銀幕スターの一人である1956年にフリーとなり以降各社の映画に出演特に東宝では駅前シリーズ妻として女として白と黒などに出演し 東方の看板女優として活躍する1964年東京オリンピックでの新聞社主催の観戦を機に東洋の魔女と知り合う。彼女らのために富士クラブを作り、淡島がオーナーにつく。監督は淡島のマネージャーである柿内多津、柿内多津が務めた。チームは1965年の第20回。 国民体育大会バレーボール競技で優勝を果たした。後にメンバーの一人である谷田絹子を淡島の事務所の社員として雇った。1955年、昭和30年に菊池博史賞。1988年、昭和63年に四十法賞。1995年、平成7年に国四等法官賞。2004年、平成16年に 牧野ノ正造賞2005年平成17年に NHK 放送文化賞に輝いた。宝塚の後輩である大木千景の芸名は淡島千景にあやかって付けた名前である。また淡島千景の大ファンでプライベートでも実前のように可愛がられていた淡路恵子も淡島の阿波の一字をもらって芸名を受けている。87歳まで現役で 舞台を中心に、大勢な活動を続けた。また、日本俳優連合名誉副会長、2007年まで副理事長として、長年俳優の権利向上などにも力を尽くした。亡くなる、前年の2011年春、70年以上にも及んだ、淡島の女優人生にとって、遺作となった TBS ドラマ、渡る世間は、鬼ばかりへの出演以来を快諾。 淡島の品が光る旅館の狼役での出演であったが、夏の収録中に体調を崩し病院で検査を受けた、結果、水臓岩が,が見つかった。発見時にはステージ4まで進行していたが、淡島本人には告知をせず、淡島は病院から撮影現場へ向かっていたという。淡島が最後に出演した回は、2011年8月11日放送の 最終シリーズ第41話であった。その年を越すことができた淡島は、正月頃までは、親族と過ごしていた。その後病状が悪化し、東京都目黒区内の病院に入院した。古巣の宝塚歌劇団が100周年を2年後に、控えている2012年、平成24年2月16日午前9時40分、水臓んにより、東京都目黒区内の病院で死去。 八十七歳坊津。生涯独身であった。改名は、家遊院、自徳教準大師。葬儀の参列者は、塚陽子、淡路恵子、八千草香織、大鳥蘭、朝岡幸二、宇津井健、小山明子、高橋秀樹、西郷照彦水子、水谷彩子、沢田正美、西川ヘレン、熊谷真奈美、藤田智子、小林綾子、浅香光代。 林代一、山田五一、花柳寿介、石福子ら。淡島の死後、借金騒動が起こった。内容としては、淡島は老費家であり、稼いだギャラでさえ残していなかったというものであった。しかし、生前の淡路恵子は、この借金が取り巻きによって作られたものであり、淡島自身は、仕事に懸命でそんなこととは無縁であったと、証言していた。ただし、 淡島の名誉もあり、淡路は天国で、私がお姉ちゃまに誰と誰がやったかを話す。と、それ以上のことは語らなかった。墓所は五国寺。法号は、河遊院、自徳教順大師。太字の題名は、キネマ巡報ベスト10にランクインした作品。宝塚公園、宝塚大団後、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。